えー、周知のごとく、中国は海警法という、うまあ、僕は悪法の法と呼んでますが、それを施行しまして、尖閣諸島に危機が迫った状態にあります。で、実は尖閣に危機が訪れるんじゃないかというのは、ずいぶん前から語られたことでありまして、えー、ところが、まあ、不詳、私の非公式な米軍との話で、時々出てくるのが、なぜいつも島を一旦奪われてから奪還するという話な、訓練なのかと。で 一旦奪われたから奪還する作戦となると、当然犠牲も多いですし、でそもそも第二次世界大戦が終わってから、世界の常識は抑止力が一番大事ということですから、抑止力のためには、島を奪われたからではなくて、島を襲われないためにどうするかっていう事前展開の問題じゃないかということを、よく聞かれるわけです。僕は答えに気するんですけれども、岸防衛大臣、これについての見解をお願いいたします。